かも今回ね、はい、私が進んだところまで見せられるっていうね。そうだよ、だからエンディングまで行けば、エンディングまで OK ってことでいいですよね。そういう話でしたっけ。そういう話ですよ。いけるとこまで、まあ、まあ大丈夫だと思います。心折れること期待してるでしょ、はい、そうですね。そんなね、簡単に折れないんだから。姫は進めるもんなら進んでみてください。本当ですか。はい、じゃあ行きましょう。だけど私は1日20時間レベル上げだけでも費やせる子ですよ。労働、はい、労働、はい。みんな人間性を捧げる準備はできてるか。おお、これどっち行きますか。これは上かな、はい、はい、ね、ちょっとだけね、進んどいてもらったんですよね。そうですね、はい、これが一番ゲームの初めではないので、はい、ちょっとやりやすい、はい、見せやすい場所からスタートになってます。はい、でキャラクターも事前に作ってあるので、はい、うん、緊張するよ。でも私の周りでも本当にみんなハマってる人多くて、ありがたいです、うん、すごい勧められて面白いからって言われて、でもその時はちょっとやったらすぐ死んじゃって、なんかちょっとまだちょっと何ガチの魂がまだ目覚めてなくてあんまりね、はい、やってなかったんですけど、はい、早速来ましたね。来ました。これは何ですかね。アイテムですね。遺体を漁る、はい、普通の RPG と違って、うん、アイテムとか宝物はご遺体にくっついてますので。なるほどなるほど、はい、まずじゃあちょっと基本操作を、はい、ちょっと ね全員がダークソウルとかを知ってるわけじゃないので、うん、ちょっと一番基本的な操作性とか教えてください。はい、そうですね、ちょっと強い敵に遭遇する前に簡単に操作説明させていただきます。はい、まず R1 のボタンで通常攻撃が、はいはいはい、R2 ボタンで強い攻撃、まあモーションは大きくなってしまうんですけども、はい、与えるダメージが大きいという、うん、で L1 ボタンでガード、これこのゲームの基本になりますんで、はい、敵見つけたらまずガードで、はい、で R が攻撃で L が防御、そうですね、はい、で L2、 L2 これがパリーといってですね、はい、ちょっと難しいんですけども、うん、敵の攻撃とタイミングを合わせてパリーをすると敵を無防備状態にすることになる、うん、あーなるほどなるほど、その状態で L1 で、あ、 R1 で攻撃をカスッと刺すと致命の一撃といって大ダメージを与えることになります。パリーね、ちょっと今日はこれを一発狙っていただきたいかな、はい、じゃあ R2 ボタンの、うん、違う、L2、R1 か R2 という流れを指に覚えさせればいいですね。頑張ります。カーソル合わせるのが、そうですね、ロックが右スティック押し込み、右スティック押し込み、はい、あ、R3 ですね、じゃあそうですね、はい、これも基本になりますので、はい、敵を1匹ずつ確実にロックして、うん、引き出してなるべく1対1の状況を作るっていうのが、なるほどなるほど、策です。はい、じゃあ基本的には R3 で指定したっていうか、ロックした敵に対して攻撃をするという、はい、今右下に例えば剣とか、これは防具かな、盾とか出てるんですけど、これは、あ、これはですね、はい、ゆくゆくアイテムをいろいろ手に入れ、よし、ちょっとパリ狙ってみようかな、そうですね、切り替えることができる。うりゃ、お、いやー、あ、ダメだ、失敗した。いや、そう簡単にはできない、難しい。ちょっと、ね、うん、姫がやるのは、うんうん、今日、うん、2回目ぐらいだよね、まだね。ま、なんか操作方法の R1 で攻撃とかいうのは先ほど教えてもらったんですけど、はい、なんか説明してる間にしれっと 2,3 匹も殺してしまいました、ね、いやいや、このぐらいはもうやっつけないと。じゃあですね、ここら辺でちょっと一回アンケートを取ってみたいと思うんですね。あ、なんか投げてる人がいる。で、まだ姫が心折れてないんですけども、始まったばっかだもん。こういうアンケートをですね、ちょっとしてみたいと思います、はい、よろしいでしょうか。ドン、あ、怖いよ、どうしたらいいのかな。あ、もう一匹いるし、来ないかな、おびき寄せて、うんうん、ね、来ました。はい、まず今の状況は、危ない危ない危ない、やばい、心が折れそうだ、怖い、2、まだ大丈夫、さあ、5秒ほど、5、4、3、2、危ない危ない、はい、集計、落ちたらちゃんと死にます、ね、あ、怖い、はい、まだ大丈夫が 87.1% ですって、うん、これはもう始まったばっかり、そうだよね、もうすでに折れそうな人がいるんかい、 12.9% が心が折れそうだという、うん、これも落ちたらダメなんでしょ、ダメですダメです、ちょっと下を覗き込んでいただければ、覗けば落ちるってことでしょ、やだやめてよ、十分には大丈夫、本当、じゃあ今日進んだところまで、はい、またこれ痛いが痛いが、今ちょうど円形に遠くに、あ、はい、見えてますけども、うん、結構このゲーム今シームレスに
マップがつながってまして、うんうん、また円形に見えるところでも歩いてそのままローディングなしで踏破できる。すごーい。見た目以上にその踏破した達成感とか冒険感っていうのが強く感じられる、うん、なるほど。よし、進めるぞ。こっちでいいですか？はい、合ってます。グラフィック進化したっていうコメントがありますけど、これはしてます。してますよね。あれこっちで普通今出すゲームでね、昔より悪くなったっていうのは基本ないですよね。確かに。ロボットもやっぱりです、はい、内容はね、オカード基本ですよ。カードカード、はい、曲がり方は分かって一人画面が明るい時点でまだまだぬるいだろうっていうのがあります。そうなんです。本当ですか？ええ、まだまだぬるくはないんですけども、うん、今回結構暗いマップだけじゃなくて、こういう明るいマップですとか、はい、月明かりとか、あー痛い、森ですとか、うん、地下の湖ですとか、はい、いろいろな変わったシチュエーションというか、うん、バリエーションのあるシチュエーションがあるので、うん、そこら辺も結構見どころかなと。なるほどね。これ体力回復とかアイテムはどうやるんですか？今左下にですね、はい、10と数字が書かれているリンガル、はい、これがアイテムになってまして、うんうん、四角ボタンで使うことができます。このエスト瓶を、はい、飲むと、なるほどなるほど。あ、じゃあこれは、四角ボタンにセッティングされてるアイテムっていう風に、そうです、はい、何すんじゃい、ひどいねこれね、ひどいよ、いきなり危ない、やだやだやだ。これガードしてても食らいますんで。あ、そう、はい、ガードしててもやられるってよ。おお、すげえすげえ、うまい、すごい、へへん、痛い痛い痛い、おお、後ろから、これは大丈夫です、まだ1対1。おお、あぶ、あれ今倒したやつからもなんか、そうですね、アイテムが、のが、はい、ありますね。あったアイテムこまめに取るのも必要ですね、はい、いただきました。火炎粒結構使えるので、はい、なるほどなるほど。ではないなくて、こんな誘導してしまって、誘導どんどんしてください。はい、だって今日進めたところまで見れるんだよ、できるだけ先に。あ、そういう話でした、うん、そういう話に今しちゃいました。まあゲッチャーそんなもんです。じゃあ大丈夫だと思います。うん、はい、大丈夫です。これ光の中に入っちゃっていいですか？入る、はい、大抵白い光がある扉っていうのは、うん、その後厳しくなって、何か、厳しくなるの？ちょっと早く言ってくださいよ。ちょっと心構えをしてから入っていただければと。大丈夫？はい、慎重に慎重に慎重にっていうのが基本的に、はい、みんな何かしてほしいっていうのあったらコメントしてくださいね、はい、頑張りますので。パリみたい、それで死んじゃったら嫌なんだけど。パリが難しいと思いますよ。いや、難しくありません。いや、いや、何？なにこれ、ドラゴン？ドラゴンですね。これ上は見れない、カメラで。あ、上は、うん、あ、でもあんまり上には行けないんだ、うん、ああいうお城もあの踏破できるので。あ、なるほどなるほど。労働なしでございます。まだ操作、ね、操作説明でちょっとね、はい、ところがありまして、はい、三角ボタンを押していただくと、はい、武器を両手持ちすることができて、まあ、盾を構えてる敵ですとか、うん、大きい相手に結構大きいダメージを与えることができるので、はい、でも防御ダメですよね。防御は一応、両手持ちでも R1 ボタンで構えることができるので、あ、なるほど、はい、あ、剣で防御するんだ。そうですね。なるほどなるほど。うーん、この辺使い分けですね。じゃあ両手持ちでいこうかな。まあ、ただその分モーションは大きいです。あ、いや、なるほどね。いた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 。こいつらずるいよね、2体3体でってね。そうですね。まあ、ゲームはいたいたジフさんの戦いだからしょうがないけどね。